で、もちろん覚えたらめちゃくちゃ簡単に問題は解けんねん。でも一応なんでここなるかなとか、ここ自体の考え方っていうのは覚えといた方がいいから、ちょっとやるわ。はい、今回は絶対値を含む方程式と不等式っていうことでやっていきます。あー、秋トントンですよ。で、まあ普通にちょっとやっていこうか。例えば、絶対値 x イコール3っていう方程式があったら、方程式だから x イコールについてすんねんけど、この絶対値が邪魔やねんな。いける？で、これって、中が3やったら3にもなるし、マイナスやったら3にもなるよっていう感じで、x イコールプラスマイナス3って答えんねんな。いける？まあ数直線でちょっと表すと、こんな感じになんねんな。絶対値っていうのは原点からの距離やから、原点からの距離が3のやつを答えてって言ったら、マイナス3と3やからこんな風になるってだけ。いける？まあ、方程式自体はこういうプラスマイナスつけるみたいな感じで覚えてる人が多いねんけど、不等式ちょっと見ていく。例えば x の絶対値っていうのが3より小さい時、小なり3の時どうなんのかなって言ったら、ちょっとこれ考えてほしいねんけど、 x の値、つまり絶対値0からの距離が3より小さいっていうことは、この3とマイナス3の中っていうことが言えねんな。いける？で、白丸イコール入ってないから OK で、これちゃんと不等式で書いたらマイナス 3x3 の間ですよっていうこと OK で、次は逆に3より大きい時を考えてあげましょう。はい、 x の絶対値が3より大きい時は、このマイナス3とか3より大きい時やから、ここ外外ってなって、これちょっと書くと、はい、まあ不等式としてはこれが答えやねんけど、まあこの順番自体は普通にここやから x-3 で3で x みたいな感じで書いてる感じかな。はい。で、これから何が言えるのかって言ったら、一応一般的にはこんな風にあんねんな。で、これはまあ c が0より大きい時っていうことは正ってこと。方程式、絶対値 x イコール c の解はプラスマイナス c やし、不等式の答えは、小さかったら、より小さかったら挟まれますよ、より大きかったら2つにこうやって分かれますよっていうのが、一般的にあって、これ覚えてる人意外と多いねんな。で、もちろん覚えたらめちゃくちゃ簡単に問題は解けんねん。でも一応なんでこうなるかなとか、ここ自体の考え方っていうのは覚えといた方がいいから、ちょっとやるわ。で、公式を覚えるのはもちろん大切やねんけど、後々ね、次の動画であげんねんけど、後々めっちゃ重要になってくる考え方、この公式になる考え方を教えると、絶対値っていうのはそもそも前の動画でやってると思うねんけど、中がプラスかマイナスかで外し方が変わんねんな。そんな風に場合分けは本当はしないとダメやねん。どういうことなんていうのをちょっとやっていく。中が0より大きい時、正の時はそのまま出せたよね。 OK、それでこれ一応2つ条件があって、0より大きいのと3より小さいのっていうことで、0って書くやん。で、3より小さいって書くやろ。だからまあ3より小さいのと0より大きいので、共通部分としては0から3なんよ。 OK。 それでもう1個、ここが大切で、 x が0より小さい時っていうのは、これマイナスをかけて外してあげなあかんかってんな。こんな風になんねん。それでマイナスっていうのを取ってあげたら符号が逆になりますよ。で、こことここの同じやつをちょっと求めると、マイナス3より大きいのと0より小さいので、こういう風になんねんな。いける？で、これ自体は正直どっちでもいいねんけど、0をどっちかに含むようにしといた方がいいねん。で、まあ多くの場合はこっち0以上の時って言ってイコール含めるかな。だからここが黒丸になって、こう縦線になんねん、普通はな。で、こういう風になるかな。それでちょっと考えてほしい、ね、もちろんこっちにも0イコールつけてもいいねんけど、それで、この2つが合体したやつ、マイナス3、0、0、3っていうのを合わせたやつがこういう答えになんねん。いける？だから本当は場合分けしてるよっていうので頭の中で置いといて OK。 まあ今言った本当は場合分けしてるよっていう、絶対値の中がプラス、絶対値の中がマイナスっていうので考えないとダメですよっていうのは、まあいろんな問題やっていくうちに絶対出てくるから、考え方は絶対覚えといて OK。 他にもちょっと問題見ていくな。はい、絶対値の方程式でこんな風にあったとします。で、まあ、普通に簡単に外せるときは、絶対値が1個しかないときは簡単に外せるっていうイメージでいいですわ。で、これ普通に 2x-1 の絶対値を外したら、右にプラスマイナスをつけるよっていうだけ。OK？ そしたら、2x イコール1プラスマイナス3。ってことは、2x イコール1たす3の4か、2x イコール1引く3のマイナス2。つまり、x イコールここやったら2と、これやったらマイナス1になるよっていうのが答え。OK。はい。他にも、絶対値 2x-1 が3より小さいとき、これ解くときな。OK。で、まあ、一旦は公式だけ覚えてくれてもいいねんけど、とりあえず3より小さいって言われたら、その間やってんだ。OK。3より小さいから中。大きさが小さいから中やねん。どういうことなんって言ったら、マイナス3と、3の間に挟まれるよっていうこと。OK。ここはイコールついてたらイコール含めるだけな。で、ここを x だけの式にしてほしいね。そしたら、マイナス1をまず邪魔。いける？マイナス1をまず消す。x はこいつだからな。マイナス1を消すときは全部にプラス1する。不等式はそういうの OK やったやろ。だから、全部にプラス1すると、マイナス2でここ消えて 2x で4ってなります。OK。で、この2が邪魔やから、マイナス 1x2。これが答え。OK。で、一応この問題を倍分けして解いてみます。例えば 2x-1、この中身自体が、プラスの時はそのまま外れるんやんな。で、2x-1 ってこれ一応解くと、x っていうのは2分の1より大きいですよっていうのがわかんねんな。いける？ 1 をこっちに持っていて2で割ってるだけ。で、その時は 2x-1 は3より小さいで、これはこうなんねんな。OK。で、次は、その、2x-1 がマイナスの時を考えなダメやったやん。OK。イコールつけるの忘れてた。で、そしたら、x は、2分の1より小さいってわかんねんな。それで、2x-1 は、マイナスをかけて絶対値外さなダメっていうのを、ここで言ってんねん。で、これ解かなあかんねんな。これ解くと、はい。まあ答え的には、マイナス1より大きい x っていうこと。いける？それでこの1と2を満たすのがこれの答えやから、ちょっと書くな。はい。書くと、この1っていうのは実質的にはこの2分の1以上 x、2より小さいっていうので、2っていうのはマイナス1より大きくて2分の1より小さい。で、この2つを一緒に考えないとダメやねんな、絶対。で、合体させてほしいねんけど、この2分の1に注目したら、2分の1両方いるよねっていうことで、合体ってします。ちょっと分かりづらいから横に並べて書くとこんな風になんねんな。でこの2分の1が両方同じやからそこで合体できるよねっていうことで合体させます。 OK で x 同じだよねっていうことで合体させます。でこうちょっと寄せてくださいっていうことでこういう風になんねんな。OK。まあ、この考え方自体は結構数学が好きな人は覚えておいた方がいいです。まあ、とりあえず定期テスト乗り切ろうって感じの人は、さっきからずっと言ってるその線のイメージで大丈夫です。で、なんか順序的に逆っぽいけど、x 絶対値、大なりイコール5。こんなんもあっても解けます。で、大なりって言われたら5より大きいから挟まれへんねんな。いける？小さい時が挟める。大きい時は普通に別々ですよっていうことで、x っていうのがマイナス5よりこっちにある時、5よりあっちにある時っていうので数直線で書いとったやん。OK。まあ最初の方は本当は倍分けしてんねんけど、最初のうちは数直線上で、最初に教えた数直線上の意識的なもの、イメージ的なもので解いてくれたらいいです。はい、今回はこんな感じです。まあここに関しては絶対次あげる例題っていうのを解いてもっと身につけた方がいいです。難しい問題は出てきます。ここはな。うん、残念ながら。でも、一緒にやったら絶対できるから冷静に何度も何度も一緒にやりましょう。まとめのことです。この動画良かったと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録してない方ぜひしてください。いろんな例題とかこういう風に普通の授業とかやったりしてるので参考にしてくれたら嬉しいです。バイバイ。